どうも皆さんこんにちは、キヤキヤです。今回はですね、ツイッターにて、ご要望いただきました、アロー型の配置はタウンホールの代わりに資源を置いたら資源守れそうですね。いや本当にね、このね、ツイートをいただいた瞬間ビビビビビッときましたね。早速試してみました。そちらをですね見ていきたいと思います。はい、まずですね、私どんな配置にしたかと言いますと、まあまずは、防衛リプレイを見ながらそちらも確認していきたいと思います。まあ、今回はですね、まあ、結構まあその試してみたんですけれども、まあ、このように試してみて、リプレイがですね4つしか表示できないということで、4つのリプレイを見ていきたいと思います。まずは最初はこちらを見ていきたいと思います。編成を見ていきましょう。編成はアーチャー220体ということでですね、私がタウンホール9の時代に、まあ、ババアチャを知る前にやっていた編成でございます。早速見ていきましょう。まずは、見てください。アーチャーをですね、もうこのように、もうアロー型を知らないんですよね、おそらく。はい、アロー型を知らずにおそらくもうめっちゃバーって出しております。まあ、基本的にはもうこんな感じで、もうアローでですね、ターゲットは取れるんですけれども、アーチャーが曲がってしまうと、そこで、ウィズ塔ですね、サイドのウィザードの塔がどん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 、もう入らせない感じにしてますね。まあ、最後バーバリアンキングが、まあ、ゴリ押しで、さらにここですね、アーチャークイーンで、ダークエリクサーが取られてしまったんですね。まあ、やはりアーチャークイーンの射程強しということで、ここで、まあ、相手、まあ、ヒーリングとか重ねますけれども、やはり集中砲火によって、倒されてしまいました。まあ、あとはですね、まあ、なんかあとの1分30秒は、まあ、なんか様子見ということで何も起こらず、この残りのライトニング2発も打たずに、終了しました。はい、では早速ですね、次は2本目のリプレイを見ていきたいと思います。ですね、資源をやはり守るということで、やはりリスキーですよね。このですね、2個目のリプレイはアーチャー4体ということで、ただ単の、トロフィー落としということで、ちょっとリプレイね、こういうので埋まってしまったんですけれども、さあ次は、見ていきましょう。編成を見てもらうと、ご覧ください。ラバハウンド2体、ガーゴイル30体、バルーン24体と、まあ、ラバルーカゴですよね。そして、まあ、ガチ攻めの呪文ですよね、ここは。おそらく。さあ、見ていきましょう。まずは3、2、1、さあ、出ました。さあ、ここで出ましたよ。ちょっとここでですね、ホーミング対空地雷相当削られてしまってですね、再利用費の結構かかりましたね。はい、涙目でございます。そして、おそらく正面での突破は諦めて、サイドでもう普通にラバルガゴをしていってですね、全開かな、まあ、普通に、まあ、ちょっとサイドカット的な感じをして、ちょっと中心部を楽にしようかなと思ったのか、何のためにこうサイドからラバハウンドとかを出していったのか、ちょっとわからないですね。まあタウンホールを取るためなのか、まあ、資源を取るためのその周りの防衛施設を破壊してからなのしようと思ったのかっていうのはちょっとわからないですけれども、まあ、このようにして、まあ、なんか防衛できましたね。はい。ということで、まあ、今回は、ラバハウンドとかバルーンとかガーゴイルでその資源を取ろうと思ったんでしょうけれども、まあ、取らずに、まあ、なんか外周を破壊しようとしたという感じですかね。はい。そして4つ目のリプレイをご覧ください。見てもらえば分かる通り、ジャイアント15、ウォールブレイカー10、ゴブリン25、25、2、87、ババキン20。エリクサーがっぽり取られています。これちょっとね見たいと思います。これね見てください。いきますよ。ジャイアント出されました。これはいいんです。ここでまさかの大失態。あのですね、今ご覧いただける通り、なんか結構アローの部分が結構ボワボワっと、盛り上がっていますよね。ここちょっと出っ張っておりますよね。ですね、最初のリプレイをご覧ください。はい、最初のリプレイはですね、このようにまず平面というか平坦のやつだったんですね。それをですね変えてしまったんですね。変えてしまって、ウォールブレイカーでしっかりと穴開けがされてしまったと。もうこれ致命的です。この配置は皆さん真似しないようにご注意くださいませ。このように悲しくなりますね。アロー型っていうのはやはりその壁をね開けようとウォールブレイカーを投入したところで、ウォールブレイカーはもうこのタウンホールの前のインフェルノタワーの前の壁をターゲットを取るということで、ウォールブレイカーが使えないというのが特徴的なのにもかかわらず、私はこのようにバカですね。ただのバカです。ただのバカです。本当に何をやってるんだっていうね。本当にただカスですね。カスです。はい、
もうバカです、本当にただのバカです。あとはもう普通にもうですね、ダクエリ、そしてエリクサーをがっぽり取られ、残りパーセント稼ぎを、してくるんですけれども、まあパーセント稼ぎは抑えられましたが、そんなのはどうでもいいですね。もうパーセントが守れようが守れまいが関係ないです。もう結果的にここをね、全開させられてしまったので、もう私はショッキングでございます。まあこの中にあるタンホールを外に出せばいいんじゃないかっていうその意見もあると思うんですけれども、あの動画のですね、そのリプレイが4本しか表示されないという性質上、あのタンホール外出しにすると外出しだけ持ってかれて、あの動画を作ることができないというあのですね、もうことがありましたので、今回は外出しにしませんでしたけれども、外出しにしてもまあいいんじゃないかなと思いますね。今回はちょっと4つのリプレイ見て、3つのリプレイですね、3つのリプレイ見ていきましたけれども、アロー型で資源を守れるか否か、まあ守れるんじゃないでしょうかね。まあ守れると思いますよ。しかしこのように先ほどのようにですね、あのウォールブレイカーではしっかりと穴開けができてしまう配置はダメです。皆さん気をつけましょう。はい。まあ基本的にはこのねリプレイが非常にまあうまくかかってくれてるかなと思いますね。まあ、このようにしてやると、まあ、私が思ったのは、まだアロー型を知らない人っていうのは確実にかかると思うんですよ。まあ、そして私が今いるリーグっていうのがクリスタル2ということで、これがゴールドだったらどうなるのかなとか、そういういろんなことも思いますよね。これがゴールドリーグなら、そのアロー型をまだ知らない人がいたりだとか、あとはその資源がめっちゃ欲しいと思うので攻撃してきたりだとか、まあ、いろいろそのリーグによって変わると思うので、このショーはですね、ぜひとも、リーグ別にやっていこうかなと思います。おそらくマスターリーグとかで 5000% 通用しないと思うんで、次はゴールドリーグ、ブロンズリーグ、いろんなことでところで試してみたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。